はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋文友でございます。はい、今回の動画ですが、ウーターマン Z の感想でございます。10話の感想です。はい、今回ウーターマン Z 第10話は、キングジョーが出たという回ですね。キングジョーが出てるのは9話でした、ごめんなさい。でも出て、まあ回収されたという設定で、まあ出てましたね。そして今回令和になって初の新しい聖人です。バロス聖人という聖人が出ましたね。最初ウプヌシさん正直見た時の話ですが、何これと思いました。普通に何これって、ウルターマンじゃないような敵でした。そう思いました。っていうのと、なんか結構 Z も強化されていってるなって思いました。というかそういう感じですよ。もうびっくりこれ、ほっちゃんまさかあんなに強化されるとは思いませんでした。ということで、まず一本目終了です。いつもの感想動画の、出張編で火曜日に投稿しました。火曜日になりますということで、火曜日の、7時から21時半まで投稿します。4つ分です。忙しいですけどよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。